トミカを運転、ハンドルドライバーを開封レビューしたいと思います。また左だ、右だ、我が家のボクシーで運転してる。危ない危ない、安全運転でお願いします。始まるよ。左にいる。チープレットのバスモードやります。お客さんがいるね。エミリケン、皆さんこんにちは。遊びで学ぶエミリケン系ルーマ、エミとミシャとルクレとパパ博士とマワリーナです。今日は2024年4月20日、今日発売のトミカを運転、ハンドルドライバーを開封レビューしたいと思います。イエーイ。はい、っていうのも、ルーク将来の夢は何ですか？消防士さん。消防士さんです。はい、というわけで、ルークには今日ハンドルドライバーをプレゼントですが、なぜ誕生日でもないのに買ったのかというと、なんとエミル券は登録者数1000人突破いたしました。イエーイ。イエーイ。登録ありがとうございます。エミとミーシャには来週別のものをプレゼントします。もう買ってあるの？注文してある。楽しみ、楽しみにしてて。というわけで、トミカを運転、ハンドルドライバーを開封レビューしたいと思います。これ何ができるかっていうと、トミカでお仕事体験ができます。イエーイ。で、一つ目がパトカーで泥棒追跡で、二つ目が消防車で消火活動で、三つ目がレーシングカーでレーサー目指しチャンピオンです。で、もう一つがエンドレスドライバー。今先着順でシークレットモードのバスドライブモードがついてます。イエーイ。一番最後にバスドライブモードも遊ぼうと思うので、最後まで見てください。イエーイ。ダミーカーはついてるんですけど、トミカと電池はついてないのでご用意ください。じゃあ開けていきましょう。イエーイ。じゃあ開けまーす。それで買った？まず入ってるのは本体、ハンドルとシフトレバーとこのディスプレイみたいなものがあって、ここにカードをはめる本体があります。で、本体の外側のデザインは車みたいになってます。ここにシールを貼ります。ゲームシートは3枚入ってます。で、これが最初のパトカーで泥棒を捕まえるってやつで、消火活動で、最後がレースで、今は非売品のシークレットカード、うん、今はシークレットのバスがついてます。サンタラン。はい、こちらダミーカーです。なので、まあトミカなくてもこれでも遊べるけど、これだとちょっとね寂しいね。寂しいね。我が家もトミカ、トミカをいっぱい持ちます。それなりに、我が家もそれなりにトミカがあります。ちなみにルークはトミカとプラレールが大好きです。我が家にあるトミカがちゃんとハマるかどうかをやってみましょう。これ幼稚園バスです。じゃあちょっとバスハマるかどうかやってみましょう。あーあー、ね、安定してないわこれ。ほら、背が高いっていうかね、ここにこう爪があるんだよね。ここに爪があるので、この爪で引っかからないとちょっと安定しない感じで、バスだとちょっとね安定しないわ。86パとかめっちゃ噛み合わさるわ。じゃあこれは、これ、あ、オッケー、いいよ。パトカー違うの、これ普通じゃないパトカーで、フェアレディ Z34 のパトカーは結構安定してる。じゃあこれが本物？うん、よくあるね、よくあるパトカーってこれで、このクラウンのパトカーがよくあるパトカーね。できないでしょ。クラウン？あ、クラウンもいいよ。クラウンもいいよ。めっちゃ。ルークがなりたい消防士さんの消防車がちょっと爪がちょうど合わないな。はい。というわけで、あ、そうこうしてる間にママにシール貼ってもらいました。はい。というわけで、遊んでいきましょう。うわ、怖い！イェイ。はい。じゃあ、電池を入れるのは、ここですね。あ、ドライバーいるわ。電池は単4が3本必要です。はい。じゃあ電池入れました。電源オン。あ、これシート入れとかなきゃね。シート入れとかないとめっちゃ光るだけだもん。じゃあルーク、まずはじゃあパトカーやってみようか。はい、じゃあクラウンをはめます。はまった？オッケー。頑張れ。これ、どのシートが入ってても関係なくて、シートで反応はしてないみたいです。なので、シート入れたら自分で、どのゲームをするかっていうのを選択しないといけないみたいで。なので、パトカーゲームを入れたので、パトカーゲームを選択します。はい、パトカーゲームを、設定。はい、ルークレベル1でいい？うん。はい、じゃあレベル1。はい、ルークやってみましょう。
怪しい車を発見。ルーク、追跡して。左だ。左だ。左だ。全然動かないじゃん。左だ。また左だ。右だ。右だ。右だ。オッケー。はい、っていう感じで泥棒を追いかけましょう。犯人確保。イエーイ。このゲームではグラグラです。こう悩むね。どっちがいいんだろうね。この窓に引っ掛けた方がグラグラしないけど、なんかね、当たってていいのかなっていう感じだな。ハンドルで動かして、水をこのシフトレバーで水を出しましょう。そう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 。やっぱさ、気になるからさ、これ、もうちょっと真ん中で止めてもいい？丸いボタンを押して、よ。いいよ。オッケー。右。左。よ。真ん中。左。はい、ルーク、カレース行きましょう。はい、行くよ。違う、ぶつかっちゃうじゃん。避けて、避けて、避けて、避けて。避けて、避けて。はい、避ける。はい、OK。はい、避けて。はい、OK。はい、避けて。はい、OK。動いちゃう。軽いからね、動いちゃうんだよね。じゃあちょっとカーレースモードで、これトミカじゃなくてホットウィールなんだけど、だからトミカファンには、混ぜるな危険って怒られちゃうかもしんないけど、ホットウィールハマるかどうかやってみましょう。イエーイ。マリオ真ん中にいる。マリオ好きなんだよね。うん。ハマった。ハマったね。ハマりました。はい、始まるよ。グラグラしてるけど使えるね。いいね。怒られるけど。怒られるね。ちょっと、トミカファンに、それホットウィールじゃんって怒られちゃうかもしれないけどね。はい。じゃあ、エンドレスドライブモードやりましょう。で、我が家のボクシーをはめて、ふもとっぱら行った時の動画を見ながら運転してみましょう。あ、我が家のボクシーで運転してる。危ない、危ない。酔っちゃう、酔っちゃう。安全運転でお願いします。これ、富士山に向かって高速走ってます。すごいね、大谷選手のニュースが流れてる。こんな感じでスマホを置いて実際の映像を見ながら運転することができます。イエーイ。最後にシークレットのバスモードやります。イエーイ。はい。で、バスは幼稚園バスです。幼稚園バスがね、一番こうグラグラなんだよね。ちょっと心配なんだけど、これでもグラグラで心配だったんだけど、うん、あんまこうグラグラでも大丈夫だね。うん。はい、グラグラでも大丈夫ってことが分かりました。バスを止める必要があった時にレバーを引いてバスを止めます。はい、止めてください。欲しかったら、もう。バス停にお客さんがいるね。よし。素敵な運転でしたよ。え、面白かった？面白かった。どの辺面白かった？どれが一番面白かったの？ん？エンドレスドライブモード。自分で運転できるから。うん。運転しながら、ここでニュースをポッポーってやって。大谷選手のニュースが流れてきたり、天気予報が流れてきたり。今日の占いみたいな流れてきたり、いろんなことが流れてくるから面白い。最後まで見てください。